さあ、始まっくんケイチョンチャンネルで僕らは育ったケイチョンチャンネルの子供たちだ <laughs> はいケイチョンチャンネル。<laughs> ケイチ,ョンチャンネル始まるぞ、ぱらパラらぱらっラらららららはいな、急にね、ちょっと長い出囃子入ってんけれども、長いはオーナー、ちょっと <laughs> い,いつもあのワンショットでどなりで入るわけやからさ、うん「オールナイト日本のパロディでさ、うん、そういう、がっつりフルでなんか出囃子歌われてもちょっとね。<laughs> <laughs> 長,いそう長いのがおなじみのね、うん、大体さ、この YouTube の始まりってさ、あの、うん、家事作で言うと、おなしゃっすみたいなのとかさ、うん、ヒカキンサイトどどん、なんて言ったっけ、なんか、ブンブン YouTube みたいなさ、うん、あとはかまいたちやったら、どすこい、どすこいとかさ、ちょっとやっぱ短い5秒、10秒ぐらいのやつやねんけど、まあ、おそらくユーチューバー史上で一番長い出話やしでおなじみのこのね。 若干俺カットした。つやでちょ本件もっと長いな。<laughs> 本件あのキッカーは工事バージョンとかも入れたりしてなんか三回四回歌う時もあるから最大ね俺の視聴限り二分ぐらいあの出ブやがある時あるから<お>そ<の> <laughs> まあそんなそんなデブやの話はええねえもう顕著<お>ですよ。<laughs> いやちょっと慶長の話ずっとしたいなというかあの、まあ、うこの黒猫屋はねもともとテレビ,テレビ屋はまあたまたまやたまにテレビ屋みたいなやんねんけれども始まって1年弱なんよねこの黒猫屋自体が。 ん言うてもテレビアワーで一番最初に取り上げたのが芸人とユーチューバーの未来みたいなテーマでね取り上げて宮迫さんとえがちゃんのタイミングでそ,そうねく君とか論文もやっててみたいなタイミングでちょっと待ってね猫ちゃんちょっとねちょっとロビンコ入,入ってもらっていいかなロビンコでね <laughs> まあその時に何人か、うん、5, 5組6組ユーチューブをやり始めた芸人さんを取り上げてんけど、うん、中田のあっちゃんとかね俺の好きな人いっぱい取り上げてんけどまあその時に 取り上げたのが実はケイチョンなのよね一人目<う>一人。うんでねあのー、やっぱケイチョンまあ合格の山さんですよねー。うん、で当時はどういう扱いをしたかっつったらあのー、めちゃめちゃおもろいのに全然伸びひんユーチューブ芸人として扱ってたよな。うんで今歌ってた出バやも長いしで全然<う>全然盛り上がらへんし何やってもパッとせえへん、うん、数字に現れへんっていう。 のにでも面白いのになっていう感じでしゃべってんけれどもまああれよあれよでこの1年で今もうすぐ20万人いくのかな今で18万人でね当時数万人ぐらいだったもんな多分ね8,000人とかって下手したらあもう万も,、ね、もいってないレベルやってうそれがこの半年1年1年でそうですよ いいろろあったからね。軍団山本もいろいろあって、まあ、コロナ集団感染もあってんけど、まあ、俺の見かけで言うと別にコロナで伸びたわけでは全然なくって元からそ,のそれまでの間に十何万人行っててでコロナであのちょっとバズったわけそれで伸びたわけではないのよね。うん、というのもコロナで山本でそんなんやってたんやって,なって見に来た人はまあ登録はせえへんわ。うんうん あの文句言って帰るしあの、うん、バッドコメントしてバッドボタン押して帰っていくしで山さん頑張れっていうようなコメントを書く人は俺らみたいにすでに登録してるから、うん、あのそれ自体で特に得意点になったわけではなくて、うん、じゃあケイチョンチャンネルの得意点は何やったんろってなったら、まあ、間違いなくマッコイ斎藤さんなんだよね。うんうんま ちちょこちょここ出てくれてで、喧んする動画がね、山さんと揉める動画がめちゃめちゃ面白いっていうので話題になって、うん、そこから伸びていった起爆剤になってんけれども、うん、じゃあ、マッコイって何っていうね、そこからもうちょっと喋らなあかんなっていうのがあって、うん、まっこいサイトは放送作家ですよ、放送作家さんでね、何の番組を例えばね、最近で言うと、前も 黒の取り上げた石橋隆明さんの「タカチャンネル」もね、うん、YouTube でやってはるんやけれどももともとがね「あの飛び蹴りゴッテス」極楽とんぼの番組に、うんえー、若手の頃のマッコイさんが入って入れてもらってそこでまあ極楽とマッコイの3人で番組を作るっていう形式がよくできててうん,うんそっからも好きやねだからもう30年前とかかな二十何年前とかかな。 何年ですな。で最近でいうと有名なのはおねだりマスカットやんな AV 女優そうセクシー女優を集めて面白いバラエティーやったはんねんけどそれとかが有名やしあとは忘れてはいけないのが皆さんのおかげで終盤の方ねうんねんけれどもさっき言ったように極楽の弟分みたいなポジションの方やってるなマッコいさんっていうのが。 マッコイさんの方うが下2個ぐらい年齢も下やし、うん、業界入ったもうちょっも極楽よりちょっと後やしっていうので、うんうん、だからねもうマッコイさん若手の頃からずっと極楽さんに可愛がってもらってっていう兄貴分の人やって、うん、でまあマッコイさんむちゃくちゃな人やから当時からあの、まあ、テリー伊藤とかの系譜のねむちゃくちゃな放送作家と同なじみでテレビ局何個か出禁になったって。 うんロケなココリコが誰かにこロケ行かしてマッコイさん演出で、うん、でなんか道行く素人の女子高生泣かしたりしたったらしくてで <laughs> <laughs> ででキンってなってフジテレビでキンとテレ朝でキンみたいなことになってて、うん、<laughs> まあでも極楽はいや、まあ、極楽の2人はマッコイずっと可愛がってはってっていう流れで。うん でまあ、その裏であの極楽の山さんが野球チームね神様っていう野球チームやってはんねんけれども、うん、まあ野球つながりっていうことであのトンネルズのタカさんとも仲良くなったはって極楽の山さんがね山さんとタカさんが仲良くなってて、うん、あの結構タカさんとか一時期山本さんのことをあの後輩じゃないよあれは友達だよって言ってはったぐらい<ー>結構もう大親友やってんから一時期ずっと、うん、でその流れで、えー、タカさんにマッコイを引き合わせたのが山さんねんな だからうんマッコイはやっぱそういう意味でも山さんにすごい恩があるのよね高さに引き合わせてくれたっていうのもあるしうん、うん、ずっと可愛がってくれてたっていうのもあってでマッコイがその中で、えー「おかげでした」の放送作家として入るわけやな、ね、演出として入んねんけれどもここが結構重要で当時マッコイが入った当時ってずっと「おかげでしたは」は、えー、食わず嫌いばっかやったはって うん、ああやな正直ね俺は俺幼稚園のとこからおかげですの方からずーっと昔から生ドラとかトンネルズ大好きやってんけれども、うん、食わず嫌いの時はね全然見てなかったねトンネルズを、うんうん、正直面白くはなかったほぼ毎週いろんな有名人俳優とかそう俳優とかばっかりやってうん、うん だからまあトンネルズらしいねんけどそれも芸人っていうよりはスターの方やからゲトンネルズっていうのはだから大物俳優とかも呼べたりもできるんやろうけどまあまあお笑い好きの俺らからしたらちょっとあの見る番組ではなかったんけどもでそれも理由があってトンネルズってちょっとずれた外れたとこにいる存在やあの吉本でもないしうん雲南ゾーンとも違うしっていうので。 トンネルズと絡める芸人ってほんまに勝又さんとかそこら辺しかなかったのよね昔から。ってなった時にマッコイが導入しましたってなってどうなったかって言ったらえ、うん、ががはマッコイで抱えてる芸人の若手がいっぱいいたわけよん。それがまあ有吉さんであったりおぎやはぎであったり大久保佳代子オアシスであったりとかうん、うん、そこら辺をねあのトンネルズのもとに導入したのよねマッコイっていうのが。うんうん それがすごい功績でだからおかげでしたの総合演出になったんかなマッコイは結局そもそもフジテレビできん食らってたようなクソ野郎が <laughs> <laughs> 看板番組のもう総合演出になりやがるっていう,うもうほんまにマッコイ信頼されてトンネルズから<う>、うん、っていうぐらいほんまにねだから買うシリーズであったり男気じゃんけんであったりとか<う>あの名物企画ね 水落ちであったりとかもうそこら辺の名物企画コーナーを全部マッコイが作って、うんうん、で若手芸人たちとも絡ましてっていうトンネルズ派閥っていう大きいのを作る、えー、きっかけになってるのがマッコイ導入以降やから、うんうん、そういう意味でもやっぱマッコイさんすごい人ではあるのよね。うんうん、で,、まあ、で話戻って極楽根山さんねそうこうしてるうちに。 っがおかげでしてやってるうちに山さんねしく,しくじりやっちゃいましてね10年間テレビ出れませんってなったわけやけど当たり前じゃねえことやってそうですよ<う>でね当たり前じゃねえからな復帰をしてもらったんけれどもお<う>うんまあその前後で山さんは一、あのー、人で、まあ、テレビ出れへんっていうことで YouTube を始めたはってんなこっそりとそれがまあ、あのー、極楽とんぼの山本圭一の「丸本圭一」っていうチャンネルをね、うん、やってはって。 k − t o n チャンネルになる前の番組ねんけれども、うん、俺その時代から見ててヤマさんやっぱヤマさん好きやからあのもう見れへんかってんな当時全然あの拝見する機会がないからさヤマさんってさ。 テレビにも出れへんしさってなった時に YouTube やってくれはって3年前にやってくれはっておー山さんやってるじゃんってなってさ見ててんけれどもまあこれがまあ非常に数字がよくなかった数百回とかあったからね当時<ー>、うん、忘れ去られてる忘れ去られてて丸本圭一 <laughs> 話題にもならへんしっていうのがあって<ー>でまあそんな中でまあ今言ってた「めちゃいき復帰したもののテレビ出れへん」っていう時に助け舟を出してくれたのが ABEMATV それで安倍マ t v で「24時間かける TV」っつって「24時間駆け抜けるぞ」っていうので、うん、極楽とんぼの2人で生放送をやらはってんけども、うん、まあその時の演出があの弟分マッコイイでマッコイと a b と安倍 t って結構それもつながりがあってあの前テレビやでもしゃべってた SMAP のスマップ解散した直後に新しい地図の3人が「あの72時間本音テレビ」をやった時ね、うん あの時に森くんスマップ元メンバーのスマップの森くんが3人と再会するっていう奇跡の共演の時の演出がマッコイ斎藤やったりとか「なんで?」って思ってんけどねそれもね「マッコイまさかのマッコイがスマップ森くんを」っていうそんなこ音がどこにあったんやそうなのよっていうのもあんねんけれどもまあそんな感じでアベマの。 TV もね無事レギュラー化してそのマっ向イさん参加してはってとか、うん、うんな流れでやってはってんけれどもまあ一般的にはまだそこまで知られてまあいい日よね『かける TV』ってっても俺,、うん、俺は見てたけどそういうお笑い好きしか見てない流れで『うんうん、でかける TV』も終わりましたってなった時にあのアベマ t v でまた新しく新番組『極楽とんぼのタイムリミット』っていうのが始まって。 でそれに関してはねマッポイさん噛んでないっぽくて、うん、そこでディレクターしてるのが松本泰治っていう男なんだよね松本さんが元めちゃイケスタッフなんだよね。うん、元めちゃイケスタッフ。めちゃイケってずっと言ってるように型をかわすかっていうピラミッドがあってんけど、まあ、そこのナンバーツースリーぐらいのチーフディレクターとか結構あので上目のディレクター3年んんかすごい人やねんか松本さんというとかその人がタイムリミットもやってはって。 で、さらにそのタイムリミットの中で、えー、極楽の山本の YouTube をちょっとリニューアルさせようみたいな企画があって、うん、で、じゃあもう名前も変えようってことではじめ社長にねケイチョンっていう名前を付けてもらって<う>、えー、ケイチョンチャンネルとして YouTube を再デビューしましょうっていうのが流れがあってそこで松本さんが YouTube に合流してくるのよね<う>山さんの。<う>でケイチョンチャンネルが始まるっていうのがあんねんけれどもまあ。うん でねまあでもそれでも最初ずーっと伸び悩んでてるなさっき言ってたようにもう何千人とかね、うん、視聴回数も全然伸びひんっていうのでやったはって松本松本どう,どうしようっつってもう山さん乗り漏せになるぐらい困ったはって何やっても、うん、もうキャンプキャンプ流行りやからキャンプ行こうぜっつっても全然伸びひんし <laughs>、うん、もうまあそれはそうやね山さんキャンプ行こうぜっつってももう。 テント立てんのめんどくさいからスタッフに立てさせたりとかさ <laughs> <laughs> スタッフに立てさせてずっとベンチで寝転がってたりさあげくテントできましたよっつって肉焼いて食いましょうよって肉焼いて食うてじゃあテントで寝ましょうってなったらもう山さんもう車乗って1人で帰らはんねんか先に。<laughs> <laughs> もう、めんどくせえよ、バーベくせえで <laughs> 夜,夜にやって帰らはんの一人でも <laughs> <laughs> お。俺は面白いよって話で <laughs> めっちゃおもろいね、もうそんなばっかしたはって、<laughs> あの人さ。まあ、でもなんか引っかからへんかってさ、ずーっと。<laughs> おー で、そんな時に、えー、助け舟を出してくれたのが軍団山本の、ね、若頭く君なのよね論文の。それを何したかって YouTube 関係なしに普通に飲んだはってかくんかんかく君と山さんが。うんうん、でく君もちょうど YouTube 始めたての頃やったから、えー、く君に相談したはって山さんが。うん YouTube 全然伸びねえんだよっつってどうしたらいいんだあつつって言ってはった時にあつしさんが今この喋ってる瞬間をカメラに回しましょうって言い出さってほうほうほ,うほうであつし君とか庄司君とかが山さんに説教してる山さんに物申してるドキュメントをさはってんな <laughs> ケイちょんチャンネルで <laughs> 伸びながら, <laughs> 伸びながら <laughs> それがねめちゃめちゃ面白くてう,うん の山さん普段のパーソナルのヤマさんっていうのが見れてそれで、うん、YouTube ってねやっぱりバラエティーとか番組感よりは個人の SNS でもあるから、うんうん、よりパーソナリズムに適した個人を応援したいなっていう層が結構必要やったりすんねんな、うんうん、だそれがこの我らが黒猫やが伸びひん大きな理由でもあんねんけれども応援したくないもん別にこいつらって思う <laughs> 知らんもん知らん,し知らん。<laughs> 知らんし何か上からやし偉そうやっていうさ別になんか個人の何かそういうあれも出へんし、うん、そうですよそういうもんやろわそれはね<おー> <laughs> <laughs> でもまあ山さんはそれそこからね結構変わらはったというか<ー>うん分かっろ色々出していくよっていう感じででまあその1か月後ぐらいに今度はマッコイさんがね同じ感じで出てくれはった時に、うん 山さんに「お前の YouTube クソつまんねえんだよ」ってボロクソ言われはってマッコイ、<laughs> <laughs> 弟分真っ向に「<laughs> い<や> <laughs> お前なんか重要ねえんだから芸能界やめちまえよ」ってボロクソ言うたはって <laughs> でそこで山さんがブチギレたのよね「お前なんだお前は」っつって<う>そこがね得意点になったのよね。 マッコイさんとの絡みマッコイが後輩のマッコイがヤマさんをボコボコにするっていうねヤマ<う>、うん、さんが逆切れするっていう展開がそこで生まれて奇跡が起こって<う>で、まあ、松本泰治松本さんもこれは生きると思わはったね、うん、うん、定期的にマッコイの家に乱入したりとかさして <laughs> <laughs> もうマッコイシリーズっていうのを編み出さはって<う>でもうぐんとそこから伸びていってね<う> で、ね、まあ今言ってたようにマッコイさんがね上から目線で YouTube 需要ねえんだよって言ってはったりすんねんけど、うん、まあ昔から見てる俺は知ってるわけよね<う>マッコイさん山さんのこと大好きやしん <laughs> <laughs> そんなことみじんも思ってないプロレスやってのもわかるし、うん、何しろね今年の正月ねもうすぐ年明けますけどこの1年前の年越し。 12月31日から1月1日への年越しに生配信やらはってん、ケイチョンチャンネルで。もうん、うん、視聴数80人やねな <laughs> 芸能人ですよ、ね、まあ、当,当時はね、跳ねてなかったからね、そう、跳ねる前のケイチョンチャンネル80人ですよ、うん、僕、その80人の一の人です、山さん。 年越しそば食うてさだらだらしてるだけの生配信をさ<う>俺は年越し早々見てたわけよずーっと <laughs> でそこにもマッコイさん出てきゃはってさ、あのー、<う>その時はやっぱその喧嘩になるあのノリになる前やから普段のマッコイさんが見れんねんけれどもマッコイさん遅れて入ってきゃはって山さんの家に「<う>あすいません遅れてすいませんでした山本さん」みたいな感じで入ってきゃはって「<う>あえ年越し配信ですか?」みたいな感じで。 こんなのに僕出させててもらっていいんですか僕なんかがみたいな感じに入ってきてはってさ <laughs> もう <laughs> あれもうねもうあの<人>非公開非公開にした方がいいであの動画今も残ってるから別人,別人やで <laughs> <laughs> 本来のマッコイとヤマさんの関係性が丸見えやからさもう「越 <laughs> し子そば残ってないですか?」 食べさせててもらっていいですかみたいなうるせえんだよ、勝手にお前台所で作ってるバカ野やろっつって山さんが、ね、上から目線で、<laughs> <laughs> わかりました、じゃあ勝手に台所使わせてもらいますっつって、真っ声が奥で作ったりしてさ、<う> <laughs> まあでもね、そんなでも真っ声も、でも、慶長にチャンネルに出るときは、さっき言ったように上から目線で山さんの美味しいところを引き出すためにヒールに応援してくれたはるわけよね悪役をね。 悪役を演じる。悪役,悪役が悪役を,を盛り立ててるわけやんかこれってね <laughs> おっさんとおっさんの喧嘩をさ<う>プロレスを見せてくれてるわけでねなでいやそれがすごくいいのよでまあ言ったようにマッコイさんマッコイさんでタカチャンネルズを立ち上げて今ね百何十万人突破で、うん、すごいことになってるしさなあなあんな一緒に歌を歌ってな、うん そうやで FNS 出たりしてるわけでさ今年は本当に YouTube の顔の一人としてマっこいっていうのは出てんねんけれども、うん、うんでもやっぱタカチャンネルズの成功はケイチョンを見てたからっていう反動も絶対あったやろなっていうのはどっかであるし YouTube は普通のことやって。 てもダメなんだってどっかで気づかはったかもしれんいし、ね、マッコイはマッコイで、うん、YouTube の戦い方みたいなのをケイチョンチャンネル、何しろマッコイはユーチューバーのユーチュブを一個も見たことがないらしくて、<う>何しろそのはじめ社長にケイチョンが名前つけてもらった時も誰だよなんかよくわからね知らねいユーチューバーに媚びて名前つけてもらいやがって伝っ,っ,ったぐらい、<laughs> <laughs> はじめ社長のこと誰だよって言ったはったぐらいやから。<laughs> <laughs> <laughs> そのポットレの素人だろうみたいな雰囲気やったから、<laughs> いやいやいやランキング2位とか3位の方ですよっていう話やねんけど、そんなんまっこい,いからしたら関係ないもんねっていう話で、<おう S 1> 正直俺も見たことないもん、はじめ社長の番組って、<おう S 1> <laughs> 見たことないもん、俺、名前は知ってるけど、ヒカキンさんも見たことないから、お笑い好きにとってはねちょっと違う畑の方やから、そうなんだよね。<おう S 1> <laughs> で だからそれで言うと、えー、めちゃえいけの話をちょっとすると、その、うん、めちゃえいけのピラミッドのトップの片岡飛鳥が、ユーチューブをね、1回やったことがあるのよね、うんうん、それもそのテレビアる一番最初の時にちにっと喋っててんけれども、それが我が家の、のトリオの我が家のときに、ま、<お>に片岡飛鳥が演出で我が家のチャンネルを差しやらはってんけども、うん、まあ、それの評判が悪かったのよ。うんうん めちゃイケ的な演出やし、めちゃゆる的な演出でもあって最高の,の番組やってんけど俺は大絶賛してるけどまあ評判が悪くてね YouTube 層からしたら、うんうん、あかんかとめちゃイケのやり方。 YouTube ってあかんのかなみたいな話をまあ、その1年前は俺はしてたんけれども、うん、あなんかコメントでな,、うん、なテレビのやつらが YouTube 来んだよそう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 ,そう結構心ないコメントとかなんかいっぱいあってんけど、うん、でもね松本さんがやってるケイチョンチャンネルは俺からするとめちゃイケやねんどう見ても急に乗り込んで人のとこ乗り込んでいってカメラ回すであったりとかあとなんかもう山さんが勘違いした感じで。 勘違いした設定で誰かにお礼を言いに行くみたいなとかね、うん、なんかずれてる感じずれてるミニコントみたいなのをやりきるのがめちゃ駅の一個の良さでもあったから、うん、その演出あとテロップの入れ方とかね内容とか編集の仕方とかはもう完全にめちゃ駅なのよねこれって、うんうん、だからそういう意味でもすごい俺嬉しくてうん。 片岡アスカはちょっと我が家の時ではなかなか受け入れてもらえへんかったけれども今ようやく松本さんの手によってめちゃイケイズムみたいなものがめちゃイケで通用したんだっていうのがねうん、うん、すごい嬉しくて <coughs> でそのめちゃイケっていう話で言うと、うん、鈴木紗理奈さんもね YouTube やったはって <laughs>、うん、でよく慶イチチャンネルにも出ておられるのよね紗理奈さんの家に突撃しに行ったりとかさ、うん、山さんが突撃したりして。 <laughs> してねんけど、紗理奈さんは紗理奈さんでタムケンとね、紗理ケンチャンネルみたいなのやってはったんやけども、うん、まあそれも結構伸びてたんやけれども、まあ、田村賢治さんからいろいろ揉めたりして、俺抜けるわみたいな感じでやめはったんやね、紗理奈と田村賢治はやめてんけど、ついこの間ね、でどうしようってなったら紗理奈さんが、うん、友達である慶長のところに行って、うん、山さん、一緒にカップルチャンネルやりましょうっていう展開になってて、今。 それそれですごい面白くて「まあ、サリケいチョンネル」っていうのをねやり始めはあったんけども、うん、まあそれで、ね、どういうふうにやるのかなーって見てたら昨日あ今日アップしてはったのが「えー、レゲエのフェス出ます」みたいな「出ましょう」みたいな感じでうん、うん、サリナとケイチョンで曲を作ってでフェスに出ていきましょうみたいな感じのあこれはこれでいい軸があって。 できたなぁと思っててすごい面白くてうん、うん、それも非常にめちゃイケっぽいというかなんか大きいものに乗り込んでいくっていうのはねオファーシリーズもそうやったけれども、うんうん、なんかドキュメントバラエティっていうのはめちゃイケの真骨頂でもあるから、うん、今後どうなっていくんかなっていうのを見守る楽しみっていうのがねそれはそれでサリナのチャンネルでやったはってすごい楽しみやなぁという感じなんやけれども。 うん、何しろねフェスってね言ったら今言ってたマッコイとタカさんがね来年2021年に山形ロックフェスその桑とモんペータカさんとマッコイのユニットが今跳ねてるから<う>じゃあ、えー、山形県かなあのマッコイの地元の東北の方でロックフェスを開こうっていう企画が今立ち上がってるねんけれども。うん 俺はね、本当にそこに出てほしいねんな、サリナとケイちゃんのユニットが。うーんまあ、だって、うん、チャンネルとケイちゃ、うんケイチョンの絡みってあんまないもんな、ね、今。だから、そ,それもだからタカさんの優しさで、タカさん、今ね、うん、すごい盛り上がってる中で、放送中によくヤマさんの名前出してあげたはんねん、タカさんが。マッコイ、なんだよ、このクソつまんねえ企画、これをもう山のと,とこでやるよみたいな感じでさ。<laughs> <laughs> <laughs> ちょこちょこ名前出してはんねんな、<ー>定期的にいいパス投げてくれたはって、ーうーんな、まあ、なかなか正直、絡んでも高さに1個も得ないから、今の山さんって。<おー> <laughs> <laughs> 1>, <laughs> 1個も得ないから下手したら荒れるかもしれんぐらいの <laughs>、ね。なのにねリスクを負ってまで名前を出してくれたはってねジャブ打ってくれたはるからねいつかまっこいっていうね仲介人が入ることによって、うん、だから、山さんがねあの芸能界を干されてからタカさんと疎遠になったはってずっと。うん うんまあそらそうやわなひじかしちゃったから <laughs> 当たり前じゃねえからな、うん、当たり前じゃねえからさ、うん、でも高さに合わせたマッコイを高さに合わせたのはヤマさんやから、うん、今度ヤマさんにタカさんを紹介するのはマッコイの役目やなっていうのはあるやんな絶対に恩返しというかさうん、うん、改めてタカさんに今度は山本さんに会ってもらうというさそれ絶対マッコイは考えてるはずやね何かしらタイミングを見計らってるはずやしうん 考えてると思だからそれもね楽しみないつかそのサプライズは絶対にあると思うからそれも待ってますという感じやし、うんうん、でもあとは加藤浩次もねいつケイジョンチャンネルに導入するのかっていうね。 うん、起爆剤になるはずやから、あのー、何かしらの形でゲストで、まあ、言うたらすぐ出はるんやろうけれども、まあ、出方みたいな面白い出し方を探ってはるんやと思うねんな松本さんはうん可動、うん、工事出すだけやったらしょうもないからさやどうせやったら極楽トンボならではの何かを指したいんやろうから、まあ、何か、うんうん、考えてはるんやろうなって、まあ、それも絶対面白くなるのに間違いないから期待していますという感じねんけれどもうどうですか おらく。じゃな、けいちょん。けいちょん。な、俺。まあ。あの、今回、どなり。ボルビック。考えとった。あの、ボルビックじゃないです。クリスタルガイザーです。クリスタルガイザー。そうです。クリスタルガイザーです。ああ、言わんでよかった。俺が、俺がにわか。うん、バレるとか。そうです。クリスタ、クリスタルガイザーじゃなくて、クリスタルガイザーの方のイントネーションです。 いやそうなのよだから八重山さんもねほんまにねずっと言ってたようにほんまに伸びひんながらもずっとねあの諦めずにやったはったのがほんまに素晴らしくってうんなあそんな大昔から大昔そ<う>ら3年前,前から直前やなだからめちゃくちゃ復帰する直前に めち,ゃくちゃ復帰も何も決まってなかったからもうやるしかないってことで、ええ、下北沢とかでちっちゃいライブハウスをやってライブをやったりとか<う>ピンでやったりとか、えー、宮崎のサンシャイン FM で FM をやってで YouTube もやってみたいな感じで、うんうん、まあ一生懸命いろんなとこでねでしろを探してはってああ当時芸人の YouTube なんてなかったもんな、うん、3年前ってだって下手したら家事作業より前とかやくと思うからうん,うーんほんまにね何でも。 でできること何でもしようって思っ,たはってんと思たんだ、うんうん、どこほんまにね勇気づけられてあやっとはる山さんやってる山さんおもろいことまでやってるって思って俺ずーっと眺めてきて、うん、だから余計にねなんか別にほんまに登録者数なんか俺はどうでもいいと思ってるからあの、うん、何万人やろか何千人やろかおもろいことやってたらいいやんと思うねんけどうんでもね18万人ってなったらなったでえらいもんでね山さん おもろなって言ってねんな最近特に <laughs> <ー>乗ってきてるんねんな<ー>やっぱそれはタレントさんやからずっと数字気にしたはったから数字が良くなってきたっていうのは絶対に起爆剤になってはるから、うん、うんやりがいっていうのも出てくるやろうし <laughs> なんかね今一番ノリに乗ってて面白いチャンネルの一つかな慶長のチャンネルが「あっ山さん帰ってきたわ」っていう感じのねめちゃイケの頃のピーク時の山さんが。 帰ってきたって40超えてもう下手したら50間際かな下手したら、うん、で山さんがねここへ来てまさかの再ブレイクっていうのがねなんか夢があるし面白いしあれしいなっていう感じですとおんかありますか他どうですか <laughs> まあそんな感じかな、うん、どうですかどうですかなんかあるならん,んか気になることとかあるなんかになることな、うん ああどっての俺のおすすめ会はね<う>あの入江さん会がねすごいよくてうう、うん、あの空手家の入江さんをね空手家の入江さんって例の宮迫さんの騒動のまあ起点となってしまったスケープコートにされちゃった人やねんけれども、うん、闇営業を主催した人としてね。でもも俺別に宮迫さんも初期から かばっててたように入江さんも絶対悪くなくな、うんうん、やっちゃったのはあるけれども直営業を主催してたのはあるけれどもでも食えへんみんなを食わすためやし自分も食うためやし、うん、うんそこがたまたまヤクザ絡みやったっていうのは、まあ、しくじりのうちではあるけれども干、うん、されるようなことは絶対してないしいま、うん、だにね YouTube もやったらへんしでも空手から入江っていう名前を残してはってっていうのがねすごいなんか。 助けけてててあげてよ誰かって思うねんけれども、うん、で今「ピカピカ」っていう株式会社「ピカピカ」っていう掃除会社をね入江さんは今作ってはってんけれども<う>山さんは自分の YouTube チャンネルにその入江さんを「ピピカピカのの社長として呼ばはったのよねおう,おう,うちのエアコン掃除してもらうんです今日の企画は」っつってで来てもらってるのが「ピカピカの入江さんです」みたいな感じで <laughs> おうおう。 でえ僕呼んで大丈夫なんですかっていう感じやね,ね入江さんからしたら何しろあの吉本騒動の主犯格みたいな感じやんか吉本からした<だ>うん、うん、で山さんは今加藤さんは吉本を結局吉本騒動の流れで抜けたけれども相方加藤さんは、うん、山さんは吉本に残ってるから、うん、吉本の芸人として空手家の入江と絡むっていうのはまあ結構アンタッチャブルなのよね吉本かららしたら 入江っていうのは泥を塗った主犯格やろっていうのはどっかであるやろうけれどもいや、うんうん、関係ないよと山さんは関係ないっつって怒られるわけねえじゃんっ,ってだってピカピカの社員として呼んでんだぜっていうね <laughs> あくまで社だからそうどこ怒られねえよって言わはってんけどお下手したら怒られてる気はすんねえんな山さんは山さんで<ー>でもそのリスクをね負ってまで入江をメディアに出してあげると。 でご祝儀つき10万円渡してはってさ山,山さんさ、あのーうん、入江さんももともと軍団山本の一人やったのよね、うんうん、だから可愛がってた後輩の一人として、あのー、リスクを背負ってまで読んだっていうのがねすごいいいかえ、うん、これ。 ほんまに面白かった、これは。あのオチもねすごい面白くてあの最高の回なんでぜひ見てほしいなって感じかな、うん、ぜひな<う>まなそんな感じで、まあ、結局何が言いたいかってね、あのーうん、僕はケイチョンで育ったなと。 ケイチョンで僕らは育ったんだなとそれはねちょっと前の「軍団山本のクラスター」の時も言ってんけど山田さんって芸人ど芸人なんだよねこの人もう芸人中の芸人でい。うん それって芸人って生き様やと思ってるからなんか山さん知りかしたのも含めて復帰も含めて全部含めて山さんの生き様を見て僕は育ったなっていうのがあってうんだから何歳になってもおもろいことをやり続けてたらまたもっかい日の目を浴びたりしてうんああやっていけんやなって才能ある人は面白い人は何んんとかなんやなっていうのをねあの改めて実感したからなんか。 なんかすごい勇気もらいましたと感じてね<う>山さんありがとうって感じかなありがとうございます、うん、ありがとうございますやな<う>まあだから今年もねもうすぐ年末やからもう年越しやから多分去年のリベンジでね「けいちゅんチャンネル生配信やらはると思うね俺は」うんうん、その時はね80人どころじゃないもん絶対うん、うん、何千人見てくれてると思うし今回はもう桁がね 2>,、うん、2個変わると思うからあのー、1年間でそこまで 戻ってこれるんやっていうのがねあってうん、うん、すごいうしいなあという感じですねはいここだな誰がそばをゆでんのかお前、うん、<laughs> もうマッコイはね今回はもうゆでへんからね絶対もう、うん、そんなねむしろ逆に逆そうやね逆 キートンがマッコイのそばを茹でる。そやな、マッコイさん茹でさせてもらいますんでいいなってるだろいうの。で立場が逆転。そうですよ。いやなんかそういうのも含めてなんか面白いなっていう感じやな。何が起こるかわからへんよと。うん。感じね。ねあのクラスターコロナには気をつけて。はい。そうですね。本名な。そやな。もうもうもう一回やったらめちゃめちゃ怒られるからねヤムさん。ほんまにね気をつけて。感じで。 明日はね、ウィンウィンウィン特集をやろうと思うんでね、あのウィンウィンウィン特集宮迫さんと中田あっちゃんの新番組、ウィンウィンウィンの話をしたいなと思ってるんでね、まあそれもお楽しみにという感じでね、はい最近ねやってなかったあのシネマヤはね、今は、重版出題というドラマをねやろうと思ってるんでね、漫画家目線でね、重版出題をがっつり解説しようかなと思ってるんで、ちょっと前のドラマそうですね。そちらもお楽しみにという感じで、はい、ということで。 ケイちゃんチャンネル登録ぜひ。はい、まっこいさんコメントぜひ。